平野清盛は、平安時代末期の日本の武将で苦行、伊勢平氏の棟梁、平野忠盛の長男として生まれ、平氏棟梁となる。方言の乱で、後白河天皇の信頼を得て、平治の乱で、最終的な勝利者となり、武士としては初めて大乗大臣に任じられる。日宋貿易によって、財政基盤の開拓を行い、総選を日本国内で流通させ、 通貨経済の基礎を築き、日本初の武家政権を打ち立てた。兵士の権勢に反発した、後白河法王と対立し、自称三年の政変で法王を遊兵して、徳子の生んだ安徳天皇を養子政治の実権を握るが、兵士の独裁は、公家、寺社、武士などから大きな反発を受け、源氏による、兵士打倒の兵が上がる中、熱病で母死した。年月日、 伊勢平氏の統領である、平野忠盛の長男として生まれる。出身地は、京都府京都市という説が有力である。聖母は不明だが、元白川法王に仕えた女房で、忠盛の妻となった女性没である可能性が高い。平家物語の語り本系の書本は、清盛の聖母を疑音女子としているが、読み本系の遠鏡本は清盛は、 義音女吾に仕えた、中老女房の腹であったというように書いている。また、大御国古偶神社文書は、清盛聖母を義疑音女吾の妹とし、義音女吾が清盛を勇士としたと記している。清盛がただ森の性質の子でないにもかかわらず、着難となった背景には、後見役である義音女吾の県政があったとも考えられる。大1四年正月に十二歳で、十五位した。 左平んに助任。これについて、中身角宗忠は驚愕している。清盛は、同年3月に、岩清水林自祭の前人に選ばれるが、清盛の馬の口取りを、祇園寮語の養子とされる、内大臣、源、有人の随身が務めていることから、幼少期の清盛は、祇園寮語の庇護のもとで成長したと推定されている。祇園寮語の庇護下で育ったことから、清盛の実父は、 白川法王であるとの噂も当時からある。落院説の事実性は乏しいものの、清盛が苦行を輩出したことのない、陰金新伊勢兵士の出身にもかかわらず、両政最高職の大城大臣にまで昇進したことは、王家との身内関係が当時信じられていたゆえと言われる。若い頃は、蕎麦法王第一の長身、藤原家成の屋敷に出入りしていた。家成は、清盛のまま母。 池前里のいとこであった。高階はじめ将の娘との間に、重森、元森が生まれるが、死別したと推測される。宝園三年忠森が、熊野本宮を造営した孔により、清森は、日後守るに任じられる。旧安三年、軽室に迎えた、平時子との間に、宗森が生まれる。時子の父、平時信は、蕎麦法王の法眼台として、羽室秋より、 新税と共に委員長の実務を担当していた。この年6月15日、清盛は、祇園者に赴くが、老頭の武具をとがめた新人と小競り合いとなり、老頭の放った矢が、放電に当たるという事件が発生した。炎虐寺は、忠盛、清盛の配慮を要求して控訴するが、賭場法王は、炎虐寺の構成から忠盛、清盛を起し、清盛の罪を、 食堂三十金という罰金刑に留めた。その後、清盛に代わり性質腹の異母帝の平家性が、日立之助、右馬頭に任じられ、頭角を表す。すでに母を亡くし問題を起こした清盛に代わって、母方の貢献の確かな家盛が家督を継ぐ、可能性もあった。しかし、旧安五年に家盛は休止したため、清盛の着流としての地位は、盤石となる。 家森の同母帝、より森は15歳の年齢差もあって統制下に、入りきよ森も兄弟間の第二の者として偶するが、常森、則森に比べて、その関係は微妙なものであり続けた。秋守に任じられて、瀬戸内海の政界権を手にすることで莫大な利益を上げ、父と共に、西国へと勢力を拡大した。またその頃より、宮島の五福島神社を信仰するようになり、 二平三年、忠盛の死後に、平氏一門の当領となる。詳細は、方言の乱及び、平治の乱を、参照法、元々年の方言の乱では義母、池前二が、ストック上皇の子、重人親王の乳母であったため、清盛の立場は難しいものであったが、一門の結束に努め、小白川天皇側について、勝利をもたらし、針間守る、太罪第二となる。新勢と、 藤原信より、二条新政派の対立では、中立的立場をとっていたが、平時元年の平時の乱で政権を握った藤原信より、大井の三教習、陽室重み方などの反新政派を一掃することで、急速にその政治的地位を高めることになる。この過程で、源義とも、源重なり、源、君、玄公補といった有力武士が滅亡したため、 清盛は武士の第一人者として、朝廷の軍事力、警察力を掌握し、武家政権樹立の礎を築く。平家農協のうち、官府原業の見返し部分平家一門の繁栄を願って発願された平家農協は、長官二年、五福島神社に奉納された。平家農協の見返しは、豪華さで知られる。官府原業は、北家業の決行。 吉利武者気類平良小国、清盛月岡吉利が手掛けた、縦尾番東西系揃い者、吉利武者気類の一図、1883年観光の武者へ、県制を誇り、沈む日輪までも、湯のままに線とする清盛、描かれているのは、温度の瀬戸のまねき伝説、慶室の時子が二条天皇の乳母であったことから、清盛は天皇の父父として、貢献役となり、 ケビンシベットウ、中ナゴンになる一方、ゴシラカワ上皇の院長の別当にもなり、天皇、上皇の双方に仕えることで盤石の体制を築いていった。王法元年9月、ゴシラカワ上皇と平重子の間に第七、巫女が生まれると、平野時忠、平の利盛が立太子を格索した。二条天皇はこの動きに激怒し、時忠、ノ盛、藤原成りっか、 傍門の豚家を開館して、後白河院政を停止した。清盛は天皇の古書に武士を祝直させて敬語することで、二条天皇支持の姿勢を明確にした。翌年3月には、平時の乱で配慮されていた二条神聖派の大井の三角教習が帰郷を許され、6月には平野時ただ厳始権が二条天皇を鴨舎で図書した罪で配慮された。 清盛は二条天皇の厚い信任を受け、神聖を軌道に乗せた。さらに関白、この絵元座に、娘、森子を嫁がせて、石棺家とも緊密な関係を結んだ。陰性を停止させられた、後白川上皇への配慮も怠りなく、長官2年に、蓮華王院を、後白川上皇のために造営している。蓮華王院には、荘園、所領が寄進され、 後白川上皇の経済基盤も強化された。二条天皇は、後白川上皇の動きに警戒心を抱き、長官三年に、重森を三義に任じて、平家への依存を深めるが、7月28日崩御した。後継者の六条天皇は幼少であり、この妹ザ根が摂政として政治を主導して、清盛は大納言に昇進して、元真根を補佐した。九月、 平野時忠が帰京を許され、12月25日に、のりひと新が、新王宣言を受けると、清盛は、直別党になった。後白川院政派は、次第に勢力を盛り返していたが、清盛は、後白川上皇の行動、正確に不安を覚え、院政復活を望まなかったという。永満2年7月26日、摂政、富士市長者のこの絵元ザが急死して、 後白河院生が復活すると、元真の子、奇痛が幼少であることから弟、松戸の元房が殺傷となる。元真の領していた石関家領が元房に移動すれば、兵士にとって大打撃となる。清盛は、藤原国綱の助言により、殿下渡寮、渡り領漢学院領御堂竜寺領を除いた指摘家領を御家の森子に相続させることで、 石管家量の管轄に成功した。10月10日に、のりひと新郎が立体しすると清盛は、東宮大部となり、11月には内大臣となった。翌人乱2年2月に、大城大臣になるが、大城大臣は、白川天皇の治世に、藤原諸残と石管を争って敗れた。藤原信長が就任してからは、実権のない名誉職に過ぎず、わずか3ヶ月で辞任する。 清盛は、政界から、表向きは引退し、弱視、重盛は、同年5月、戦時により、東海、東山、山陽、南海道の治安警察犬を委任され、後継者の地位に就いたことを内外に明らかにした。五島神社客神社払い戸の人難3年、清盛の援助によって、今日のような海上社殿が作られた。人難3年清盛は病に倒れ、出家する。 原因は、寸次郎で、清盛に着いたのは、本人の証言に基づけば常駐であった。清盛の病状が、正常不安をもたらすことを危惧した、後白河上皇は、当初の予定を早めて六条天皇から、のりひと皇に上位させることで体制の安定を、図った。病から回復した清盛は福原に別荘、雪見御所を造営して、かねてからの念願であった五福島神社の整備。 日ソ貿易の拡大に没頭する。顔元年、後白河上皇は出家して、法王となるが、清盛は後白河法王と共に、東大寺で受戒して、協調に努めた。これは、鳥羽法王と藤原忠実が同日に受戒した例に習った、ものであった。この頃は、後白河法王が福原を訪れ僧人に面会、清盛の娘、徳子が、高倉天皇に時代、福原で、 小白川法王と清盛が戦争供養を行うなど、両者の関係は、友好的に推移していた。この間、兵士一門は、流盛を極め、全国に五百余りの荘園を保有し、日宋貿易によって莫大な財貨を手にし、平の時ただをして、兵士にあらずんば、人にあらずと言わしめた。詳細は、獅子型にの陰謀及び、自称三年の政変を参照ところが、この、 清盛の勢力の慎重に対して、後白河法皇をはじめとする陰性勢力は次第に不快感を持つようになり、賢春猛院の死を契機に清盛と対立を深めていく。自称元年6月には、獅子方にの陰謀が起こる。これは、ただ甲砂の密告で露見したが、これを契機に清盛は陰性における陰謹心の排除を図る。最高は処刑とし、藤原成地は、 美全国へ、流罪、春閣らは、機械ヶ島に流罪に処したが、後白河法王に対しては罪を問わなかった。ただし、実際に、兵士打倒の陰謀があったかは不明であり、直前に、後白河法王から、遠略寺攻撃を命じられた清盛が、遠略寺との衝突を回避するために行ったとする、見方もある。自称3年6月、娘の森子が死亡。 すると法王は直ちに森子の荘園を清森に無断で没収した。さらに7月、茂森が42歳で病死。するとまた、小白川法王は、茂森の治療国であった越前国を没収した。さらに、法王は20歳のこの江元道を差し置いて、8歳の松戸の鹿を拳築名言に任じた。この人事によって、石棺家着流の地位を、 松戸の家が継承することが明白となり、この家を支援していた清盛は憤慨する。11月14日、清盛は福原から軍勢を率いて上落し、クーデターを決行した。いわゆる自称3年の政変であるが、清盛は松戸の元房、四角氏を手始めに、藤原市長など、藩兵指摘とされた39名に及ぶ、行をすべて解任とし、代わって、親、 平士的な公家を任官する。後白河法王は恐れを覚えて、清盛に許しを請うが、清盛はこれを許さず、11月20日には、賭場殿に遊兵するに至った。ここに、後白河陰政は、完全に停止された。清盛は、後の処置を胸盛に委ね、福原に引き上げた。しかし、陰政停止後の政権構想はつたないものであった。高倉天皇、この絵元道。 キラ・ムネモリの三人はいずれも政治的経験が未熟であり、結局は清盛が票に出てこざるを得なかった。清盛は、開館していたキラ・ヨリモリ、加算の院権みやびの処分を解除するなど一問の結束に努め、悲痛の補佐のため藤原氏の有力者である、左大臣、藤原教衆、右大臣、九条金金の怪獣を図った。実際の政務に関しては、平の時ただ。 四条高末、土見門ど家などの脳裏が清盛の代弁者となった。自称4年2月、高倉天皇が上位、時人親王が戦争した、安徳天皇の母は言うまでもなく清盛の娘、徳子である。名目上は、高倉上皇の陰性であったが、兵士の傀儡政権であることは、誰の目にも明らかであった。さらに、法王を幽閉して、政治の実権を握ったことは、 多くの反兵士勢力を生み出すことになる。詳細は、自称、樹衛の乱を参照、兵士の独裁に対して、反抗の第一波となったのは、後白河法皇の第三王子、持人王の挙兵であった。持人王は優秀であったが、兵士法である賢春猛員の圧力で、新能宣言も受けられず、八条院の勇士となって、即位の機会を伺っていたものの、 今回のクーデターでその望みは絶望的なものとなっていた。持ち人王には八条院直属の武力とも言える。源頼政、下神戸幸吉、足利義清、源、中家などが付き従い、兵士に反発する幸福寺、恩城寺もこの動きに同調した。しかし計画は未然に発覚。清盛の手早い対策により、ケビーで氏で兵士家人の藤原慶太が、 伊藤忠綱はが三百機の兵で追撃して、持ち人をと、源のよりまさらを打ち取った。しかし、自社勢力、特に温城寺と同じ天台州で、親、兵士の遠略寺でも、反兵士勢力の動きがあり、清盛は有力自社に囲まれ、兵士にとって、地政的に不利な京都を放棄し、六月、一門の反対を押し切り、兵士の拠点である。 国際貿易港の大輪電覇区を望む地への戦闘を目指して福原行港を強行する。しかし、持ち人王の領事が全国各地に飛び火して、8月には伊豆に流されていた源頼朝、武田信義を統領とする会言時、9月には信濃国において木曽義仲が挙兵する。これに対して清盛は頼朝らの勢力拡大を防ぐため、 平これ森を総大将とした大軍を関東に派遣したが、富士川の戦いでは、交戦をせずに撤退してしまった。この敗戦を契機として、自社勢力、特に持ち人王の反乱に協力的であった、温城寺、幸福寺が不穏な動きを見せ始める。さらに、大見源寺が放棄し温城寺、延暦寺の半兵士分子と提携して、物流の要所、琵琶湖を選挙し、 反乱勢力は旧都を攻め落とす勢いにまで成長した。また、九州でも反乱が勃発、高倉三角や、久下州さらに、兵士一門や遠略寺からも戦闘を望まない声が高まり、11月23日、清盛は平安系に関とする。12月になると清盛は、平智盛、平助盛、藤原清津奈良が率いる軍勢を差し向けて、恩城寺を焼き払い。 近江源氏の山本義経、柏木義兼を打ち破って、近江の平定に成功する。次に、清盛が標的としたのは、機内最大の藩兵士勢力、幸福寺であった。清盛は、背後の脅威を一掃することを決め、重平を総大将とした大軍をなんとに、派遣、12月28日、幸福寺、東大寺など、なんとの所持を焼き払った。確かにこれにより、 都周辺の半兵士勢力の動きは鎮静化したが、南と焼き打ちは数千もの市民を犠牲とし、同地方にある大仏のほとんどを消失させる惨事となり、清盛自身も仏的農名を切ることとなった。月岡義都平野清盛に焼き病の図立て大番三枚、俗揃いあずましきへ。1883年観光の武者へ、自称五年。 原因不明の熱病に伏せった清盛は三日三番に、渡ってうなされもだえ苦しんだ末に死んだという。ここからは、絵師の創作であるが、重ねてきた悪行のために成仏できそうにない己の天末を思って、清盛の心は責めさいなまれた。閻魔大王が、つかさいのち、白くと閻魔卒を引き連れて、清盛の病軸に権限し、生涯の善行と悪行を一つとて漏らさず、記録してきた。 具象神の報告を受けている。司命は真理の章、白くは板頭羽を、すでに手にしている。家族の祈りは幾ばくかの助けになるであろうか。右端で目取るのは三男、胸森。自称四年末までには、兵士の勢力基盤である西国においても伊予国の、河野通気よし、通信不死。翌自称五年には、文後国の尾形これよし、薄木これたか。 さがこれのリラ皇族が挙兵し、伊勢島においても反乱の動きがあった。東国においても平士法であった佐竹秀吉などが頼朝によって討伐される。このような中で清盛は京都を中心に新体制を築こうと、機内金国の総官職を置いて、宗盛を認じた。これは天平三年に計機内を対象に、 平和の剣を与えられた日田武神皇の礼に習ったものであり、機内金国に兵士役と兵糧米を課して臨戦体制を築いた。また、丹波国に諸将縁送月職を設けて、平森俊を任じた。さらに、越後国の上司へと道の区国の藤原秀平に、源の頼朝、武田信義追悼の戦時を与えている。2月26日には、平重平の鎮西下校を中止し、 胸森一族の武士が東国追悼に向かうことが決められていたが、清盛は27日に謎の熱病にかかって倒れた。死期を悟った清盛は自分の死後は全て宗盛に任せてあるので、宗盛と協力して政務を行うよう法王に相乗したが、返答がなかったため、恨みを残して、天下のことは宗盛に任せ、異論あるべからずと言い残し、うるう2月4日、 鴨川東岸にある平良国の屋敷で死亡した。去年64。清盛の死により、兵士の身体制づくりは計画倒れに終わる。平家物語では清盛が死に臨んで、葬儀などは無用。頼朝の首を我が母前に備えよという遺言を残したとしている。死亡した年の8月1日、頼朝が、 密かに院に兵士とのは僕を申し入れたが、宗盛は清盛の遺言として、我の子、孫は一人生き残る者といえども、むくろう頼朝の前にさらすべしと述べて、これを拒否し、頼朝への激しい憎悪を示した。清盛の死後、嫡男の重盛はすでに病死し、次男の元盛も創生していたため、兵士の頭領の座は三男の宗盛が継いだが、全国各地で相次ぐ反乱に、 対処できず、後白河法皇の希望に翻弄された上、陰性方も勢力を盛り返すなど、兵士は次第に追い詰められていった。しかも、折からの飢饉という悪条件なども重なって、樹影2年、栗から峠の戦いで、兵士軍が壊滅した後、吉中軍の攻勢の前になす、実なく都を打ちする。そして、元略2年の段の裏の戦いに敗れて兵士は滅亡した。 清盛の死没地については、東鏡の記す、九条河原の口聖国家が、最も重要な寄り所であり、これを根拠として、鴨川東岸にあった平清国の屋敷であると、長らくそのように語られてきた。しかし、1989年、九条河原の口聖国家の、聖国家は、平清国帝ではなく、現大納言、藤原国綱の父、右馬。 ゴンスケ聖国の屋敷であるとの説を、上横手正隆が提唱した。ついで2005年、今度は高橋正明が、鴨川東岸の平聖国邸が、のり人神道の生誕地でもあることを手がかりに、称号した結果、九条は八条のごきであろうとの見解を表明した。八条河原の口であれば、鴨川を挟んだ対岸に、後白河院御所、西に、西八条大。 北北東に六原が位置しており、また、西八条大及および六原とは、ほぼ遠距離にあるため、兵士の火星を預かる、聖国の屋敷としては最適所と言える。なお、平家物語、地震坊の巻六には、清盛の早々の夜、表紙を取って舞い踊りながら、どっと笑うに、三十人の声が、宝珠寺殿の方からしたとの記述がある。また、 百連勝の要は元年ウルー2月4日上には、より具体的に、宝珠寺伝の最小行員から今用乱部の声が聞こえてきたとある。八条河原の口からはそれを確かに聞くことができるが、九条河原の口では、距離がありすぎてこの逸話は成立し得ない。菊池要塞が表した歴史的人物の伝記集、全権古実より、巻代七、平の清盛の創図、幕末の作、 農福寺平小国病6原光寺の平の清盛塚ここでは清盛の墓所と伝えられている場所を記載する。兵庫県神戸市兵庫区北坂瀬川町1に所在 GM1 清盛の皇居によって農福寺寺領内に墓所として平小国病が増流されたと言われる。現在ある平小国病は1 9 8 2年2月に取り行われた 平野清盛公800回大延期に再建されたもの。兵庫県神戸市兵庫区切戸町市に現存する GM に供養塔としての十三重石塔、公安旧、二月日の命があり、最大時の映像が公安8年8月14日に兵庫で清盛の石塔供養に臨んだとの旨の記録と関連があると考えられている。そのことから、かかる石塔が清盛塚と呼ばれた。 供養党と目される、京都府京都市東山区松原通り、大和王子東いる二丁目六路町に所在。GM 三義王子は、京都府京都市右京区佐賀鳥本小坂町に所在する、大覚寺の立中寺院。GM 四山口県下関市彦島江の裏町四、の十五に所在。GM 五、樹英三年、時の中納言、平友森は亡き父。 清盛の遺骨を携えて、彦島に入り、平家最後の砦で、ネオ城の築城に取り掛かり、砦でと定めた、この丘陵の小高い場所に納骨して、墓碑を建立したとされる。詳細は、彦島清盛塚を参照。平野清盛は、山城国の京都、または、伊勢国の産品の生まれとされる、関武天皇の総尊、平田高持の子孫で、 坂道の官武兵士の流れを組む伊勢兵士の一族、官武天皇、桂原神皇皇賢王、平高持、平国家、平貞森、平忠公平制度、平忠公、平正森、平の森、平の盛平の清盛、平忠盛の長男、苦行部人の記事から逆算すると、元永元年の誕生となる。 中期保安元年7月12日以上の後期守る忠盛妻に若に即居すと云々、是ん。員の変なりという記事により、忠盛の妻がセ員の周辺に仕えた女房であったことがわかり、この女性が清盛の母である可能性がある。平家物語は白川法皇の著。しかし、平家物語の成立は鎌倉時代以降であり、祇園用語は、 当時40歳を超えていたと推測されることから、信憑性は薄い。また、明治26年に発見された滋賀県古宮神社所蔵の、仏つ利総称ケ図の日付を持つには、清盛の母、女房は、義園女房の妹であり、姉の義園女房が清盛を、有志として、白川園所有の仏つ利を清盛に伝えたことが、記されている。平家の邸宅、西八条台。 GM6 の鎮守者であったという若市神社、G メートル7には清盛手植えと伝えられる楠スの,の神木があり、また平の清盛像も建てられている。作品に当たらない日記、研究所、研究所的文献などは資料、参考文献、関連文献のいずれかに記載する。ここでは、金星以前に表された全ての関連作品のうち、特筆性の高いものを挙げる。 文芸文芸の分野の作品で、ここに挙げるものはすべて軍記物語である。造形国の重要文化財。鎌倉時代初頭、造高117センチメートル、宝物館修造、寺は、京都府京都市東山区松原通り、大和王子東いる二丁目六路町に所在、GM8、境内には、清盛塚もある。ここでは、 明治時代以降に表されたすべての関連作品から、平野清盛を主題とした創作性の高い作品に絞って記載する、絵画1883年刊行の武者絵。右側に画像と小説あり、1883年届けでの武者絵。右側に画像と小説あり、小説映画テレビ番組テレビ番組、戯曲歌謡曲漫画ゲーム Google ググマップテンプレート、平家、 ありがとうございます。